鱗は全部取ってあります。次に頭を落とします。こんな感じでもうガツンガツンと全部落としちゃいましょう。仕事中なんでね、えらいこと出せませんよ。お腹を押して綿を出すね。多少残っても構いません。一回水洗いします。はい、それでは下ろしていきましょう。背中のこのヒレ、このヒレの上から包丁を入れて、ここは切らないでね、天ぷら開きです。返して骨の上を包丁を滑らすと、で骨をポイと、でここに、骨がついてるから、見てないか、骨に骨がついてるから、これを包丁でこんな感じ、こんな感じ、この黒いのを取ると、でこれで完成です。でね、ガツンガツンとやっちゃいますね。ちっちゃいのはやりにくいです。
やりにくいです。小指ぐらい。そしたらこれをね、天ぷらにしてまいりましょう。軽くね、この腹のところを洗ってもらってね、ガン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 。はい、こんな感じになります。天ぷらにしてまいりまっしょ。はい、まずいつものようにね、うち粉をパクンパクンパクリなですね。まあちょっとね、仕事中お客さんいっぱいいるんでね、まあ、パクンパクンの一点倍じゃないんですけど、つい癖で言ってしまってます。はい、うち粉ですね。すいません、ちょっといい加減なね、ちょっとつけ方かもしれませんが、ちょっと忙しいんでね、こうやって適当にやっちゃいましょう。まあ、切りながらこっちもんですね。はい、打ち粉 OK。 そうしてですね、この打ち粉した白きつをこの天ぷら粉の中にね、ガン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 と入れていきます。めんどくさいんでね、ガツンガツンと入れましょう。はい、そうしたらあとはこの油の中180度、中にガン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 とね、入れていきましょう。はい、こんな感じですね。花を散らすんだよね。これからちょっとね、天ぷら粉を落としてあげると、はい、ガツンガツン揚げてきちゃいますね。カチカチ噛めたら OKOK、 上がりでございます。すいません、ちょっと声が入ってるかどうかちょっと分かんない。換気扇も搭載し、営業中お客さん結構いらっしゃるんでね。はい、こんな感じでね、上がってくるのを待ちたいと思います。はい、お分かりになりますでしょうか。いい感じでね、上がってまいりました。表面を叩いてカチカチ噛めたら OKOK ということで、はい、これよく油を切って揚げ台の方にガンガン揚げていくと、こんな感じでお願いいたします。白味噌天ぷらうまそうですね。うん、はい、ガンガンガガンとね、揚げていきますよ。よいしょ、はい、これがね、完成となります。こんな感じ。